京急では何種類かの線型が活躍をしています。例えばこちらのイエローハッピートレインのように京急線だけではなく都営浅草線や京成線北総線へ直通する運用、直通列車は8両編成となっています。京急線内のみの各駅停車やエアポート急行、そして時には快特の増結運用を行ったりする4両編成、このように4両と4両を足して8両編成としてエアポート急行などで走ることもあります。しかし残念ながらかつては地下鉄に走っていた新線型の車両が更新後地下鉄に入れなくなった、そんな車両が存在するんですね。今回はそちらを見ていこうと思います。やってまいりました、こちらがその編成、京急線1編成です。こちらかつて地下鉄にも入っていた車両ですが、更新された後地下鉄に入らなくなり京急線内のみの運用をこなしています。入らないというより入れなくなった車両です。編成番号の横には京急が書かれていますが、こちらは全更新された証となっています。2100型は確か全部の編成についているんじゃないかな。京急の新線型で初めて更新に着手された車両です。更新された編成はこんな感じに LCD がついています。2画面の LCD、 日本語と英語、そして中国語と韓国語に分かれて表示されています。製造は2002年と書いてありますが、更新されたのが2017年。この列車は2017年から地下鉄に入っていないということになっていますね。車内は他の更新車と何ら変わりはありませんが、ただこの編成のみ地下鉄に入れないということになりました。ではなぜ入れなくなってしまったのか、順を追って見ていこうと思います。この編成はエアポート急行とかに入ることが多く、この時もエアポート急行の運用についていました。あとは朝夜の京急線内のみの快特列車に着いたりとか、時には2100型の代走を行ったりしています。この編成が更新後地下鉄に入ることができなくなった理由としてさまざまな説が飛び交っていましたが、理由としてはこれが挙げられます。誘導障害です。そのためこの列車は都営浅草線はおろか泉岳寺に入ることすらできません。しかし1001編成以降に更新された車両は更新前と変わらず都営浅草線の方へ走っています。実はこれらの編成と1001編成は配置がちょっと異なっているんですね。そのため映像の1009編成のように地下鉄に入ることができません。ではまず1001編成の配置の方を見ていこうと思います。この1001編成は 4M4T 構造となっています。まあこれだけでは2100型や他の線型も 4M4T 構造の列車もいますので、それが入れない理由にはならず力がないというわけではありません。では次にインバーターとかそういう下の機械の方を見てみましょう。1001編成はフル SICVVVF という三菱製のインバーターが使用されています。1001編成だけでこれ以降は他の IGBTVVVF を使用し、またフル SIC が使われたのは1177編成以降となっています。1177編成を見てみると、更新から都営線に入るまでは結構時間がかかっていますが、結局は都営線に直通できるようになっています。なのでインバーターが一番の誘導障害とかそういう理由ではないと思います。同じく SICVVVF を搭載している都営5500型なんて普通に都営浅草線を走っているわけですから、必ずしもインバーターが一番の理由とは考えられませんよね。では1001編成の場合だとどうなのか。1001編成の場合はなんと都営線に入るとノイズが乗ってしまうだそうです。この1001編成は京急で初めて三菱製のフル SIC への機器更新を行った編成でもあります。ところが製造時、まあ更新される前なんですけども、更新後にも取り付けられていた機械とまあ合わなかったのか分かりませんが、それによってノイズが乗ってしまったということなんでしょうね。調べたところフルノッチっていうか、まあフルで加速するとノイズが発生してしまって大変なことになってしまうと考えられます。いろいろ調べて今回紹介していただいておりますので、間違えていたら申し訳ありません。なのでこの編成が入れないという、まあ、悲運な理由だと思うんですが、まあそれは残念ながら仕方がないと思います。この編成は更新後金沢文庫の方にある金沢検釈へ転属となりました。金沢検釈に所属している車両は結構京急線内のみの運用が多い感じですね。もちろん都営線に直通する運用は多分あると思いますが、この編成はエアポート急行だったり、2018年に引退した2000型の引き継ぎの運用だったり、稀に2100型のダイソー快特運用になったりとか、
さまざまな京急線内のみの運用についています。そのため悲運な編成ながらもこのように京急線内の仕事を全うしているということですね。しかしかつては都営浅草線、京成線、北総線の方面まで走っていたので、まあその点に関してはちょっと悲運になってしまったと思います。まあこれはあくまで余談というか、まあ大げさな話なんですけども、もしフル SIC がダメという理由で入れなかったら、この都営5500型もどうなっていたのでしょうか。なんかそう考えるといかにも現実性がないという感じがしますよね。この編成は現在は京急線内でもバリバリ走っています。更新後誘導障害という理由で都営浅草線方面に入れず悲運な編成となってしまったこの1001編成、今回はこちらの方を紹介させていただきました。まあ簡単に紹介したので、もしもっと詳しく知りたいなと思う方はいろいろと調べてみるといいと思います。まあこの後フル SIC を搭載した1177編成も更新から都営浅草線に入るまで3年かかっていますから、まあその点は何かあったんでしょうね。京急はこういう機械の方でも見ても面白いと思いますね。ちなみに機械といえばシーメンス製 IGBT-VVVF、 通称悲鳴インバータというわけなんですが、そちらのインバータも残り2編成となっておりますので、今のうちに記録しておいた方がいいんじゃないかなと思います。動画の方はいかがだったでしょうか。今回は軽くプチ動画感覚でやらさせていただきました。ではご視聴ありがとうございました。